けです。もう寝起き、ザ寝起き。おはようございます。もうザ寝起きすぎて寝起きです。ございます。今日も何分にやろう。5分とかに終わります。ちょっと寝癖がすごすぎるのでとりあえずアイロンをさせてもろて。おはようございます。皆さん、かわちゃんさん、ハートありがとうございます。おはようございます。みんな起きてくれてるの。これはだって普通だったらこんな時間に起きないよね。ありがとう。私がだって今日絶対休みじゃん。休みなのに今日祝日だよね。だってゴールデンウィーク真っただ中だよね。ありがとう。でも夜とかも多分できると思うのでまた夜もしますね。花束ありがとう、かまちゃんさん。やおさんありがとう、ギフト。ケイジさんパラソルありがとう。ゴールデンウィークって美味しいの。そらもでもゴールデンウィーク、あ、でもあったね。でもここ 2,3 日休みだったから、まあ実質ゴールデンウィークっちゃゴールデンウィーク。マンジラモンスターさん、バラと山ギフトありがとう。そう、昨日のね日付回る数分前にツイートしたんですよ。明日は6時からではなく5時45分からですってツイートしたので、ありがとうございます。やばいやばい、本当に今日マジで起きた時間ギリギリすぎてビビった。アラームかけてたのにマジで聞こえんかった。びっくりしたよ。こんな余裕そうに見えてるかもしれない。びっくりしたよ。ね、どこだ？コロコロの。コロコロあった。おはようございます。めちゃめちゃハキハキしてる。あれだ。全然寝れてないんですよ。昨日さ、普通にさ、終わりましたみたいなんて10時前に送ったんですけど、後から全然足りてないことに気づいて、もう付け足して付け足してとかしてたら、いつの間にかもう時間がすごい経ってて、でやばい、そっから風呂入らないとと思って風呂入って、でそっから違う台本と思って台本読んで、あ、違う、もうなんかおかしかったんだよね。なんか時間配分下手くそすぎるんですよ、昨日の夜。普通に10時までにやばいメール送ってとかいろいろして、でよし終わったと思って、とりあえず台本を読み始めたんですよ。台本を読んでめちゃくちゃ練習した後に、あ、やばい12時も終わってるじゃんってなって、でその後にその台本とかをしまおうと思ったら、そう、意外となんか足りてないことに気づいて、え、やばいと思って、でなんかいろいろ詰め込んで、よし終わったと思って、だから台本、あ、いやもう一回読もうと思って、もう一回読んで、え、やばい、もう1時2時じゃんってなって、そっから風呂入っちゃう。やばすぎる、時間配分下手くそすぎた。昨日は時間、昨日はっていうか、夜時間配分が下手くそすぎて
全然濡れてない。3時間くらい、いや3時半ぐらいだったから2時間ぐらいしか寝てない。風呂入ってから洗濯回してラスト洗濯ね、最終確認して寝ようと思ったら3時半前でした。でも多分しん、あもう本当に何やばい、死にはせんから、まあ寝てなくても死にはせんから大丈夫。バタバタすぎてもう嫌だ。アンナちゃんハートありがとう。よし、しかもこの服ね、お腹出ないと思ってたらね若干出る、若干肌色が見える。でもなんかおへそは今日履いてるズボンでね、ズボンがちょっとハイウエストだからね、そんななんか出てる感ないけど、おへそ出てる感はないけど、ちょい肌色が見えるからちょっと悲しい、ちょい肌色見えちゃう。はあはあはあ、でも本当にくせ毛がすごい。確かに5月寒いかな。まあいっか、間違いでしょ。なんか水で忘れ物してそう。いや本当にアホみたいになんか絶対いらんだろうっていうぐらいの荷物持ってる気がする。まあでもね、1ヶ月だからそりゃそうかって感じか。荷物か、ありがとう。パラソル、パラソルね、日々の気温差、そうなんですよ。だ東京がどうなのかって感じ。広島は19とか、最近17とかじゃない。私毎日気温見るんですけど、まあまあ10度。広島9時から暑くなってくる。本当に暑くなってくるんだったら大丈夫だ。フェイストレート、ちょっと前髪浮いとる、もういっか。大丈夫大丈夫ですね。はい、今から Bluetooth のイヤホン、そしてレイザンさんありがとう、パラソル、そして iPhone8 の携帯、そして短い充電器の線、短い充電器の線、そしてちょっと長い充電器の線。もう本当にやばい、線類とかね、今日の朝詰められたと思って、うわーってなってる今。26、暑っ。いや大丈夫、ずっと稽古しとるし。これは iPad Pro の充電器。うーんとりあえず もう線もいっぱい持っとけ、線はもういっぱい持っとけ。もう分からん、もう何が何かもう分かんない。もうこれでかいやつ持っていきます、アンカーのいっぱいさせるやつ。マジこれ最高。うわー、もう線はもういっぱい入れとけ、線はいっぱい入れとけ。ヒートテック、あでもヒートテックね一応持っていった。でもね、向こうで着るやつ大体長袖じゃない、半袖すぎて大丈夫かな。それ
線はもう入れとけ入れとけ入れとくんだ。なんど何の線入れとっても大丈夫大丈夫、絶対使うからね。やばい、これパンパン。はい、これ入れる。オッケーオッケー。あ、これ入ってない。これ C タイプのやつ。薄手の、薄手、私薄手のないコートジャケットってやつも持ってないんだよね。だからまあ持ってないからこれを機に買うかもしれませんね。うん、入ろう入ろう。もう入らん。絶対ポーチ大きくした方がいいよねこれ。けど入れる。あ、入った。はい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 はヒートテックとか入れたい。あ、でこれ Bluetooth と充電器はちっちゃいケーカバンの中。このあとまだ体重計測ってないので体重計に乗らないと。そう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 なの。1ヶ月間体重計に乗れないの。持っていこうと思ったんだけどさすがに入らなくて諦めたんですよ。だからないのかなホテルに体重計。言ったら持ってきてくれるかな。え、体重計がなくて本当に私やばい、めっちゃ太って帰ってきそうで怖い。不安すぎるよ。体重計があるホテルがいいな。アリクワクさん、パラソルと家ギフト山ギフトもありがとう。そう、本当体重計を持ってきたかったんですけどさすがに入らなかった。なんかもうエブルルルルってなってしまった。何を言うとんねんって感じの朝配信すぎて意味わからん。そらでも自分でもわからん。紙ゴムもいっぱい持っとけ。モバジュ1個かな。モバジュはそんないらん。何分何分何分59分。ああとそろそろテロップ出たら夜絶対できる。夜はできるよ。夜できるからもう。はい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 、今日朝に用意しないといけないやつはもう線類は終わったのでもう終わり。あとはこのタブレットをキャリーケース入れるだけ。はい、終わり終わった。ヘルムメギさんやメギフトとパラソルありがとう。家ギフトもありがとう。確かに電浴場ついてる。あるのかな。大浴場絶対ないよ。おはようございます。皆さんペレーテありがとう。すごい朝バタバタだったんですけど夜は落ち着いてる配信ができると思います。大丈夫大丈夫、髪サラサラやし髪サラサラやし大丈夫大丈夫。もうやばいですね。なんかもう、よし頑張るぞ。こんな朝バタバタになると思わんかった。今日でもね予想してた時間よりねはるかに遅くに起きちゃってやばいやばいってなった。ハートありがとう。使ってたヘアライル入れました。トートバッグに入れた。もうトートバッグもう不安すぎる。母ちゃんさん帰りありがとう。じゃあそろそろランジ読みます。13位マンハッタンさん、12位ヤスベさん、父帝国さん、14位さん、キートシキさん、8位ミロさん、7位ワーさん、6位渡辺さん、5位タカさん、4位バンジェルモンスターさん、3位カムちゃんさん、2位ヒルムビーゲさん、そして1位はオリクワクさん。ありがとう。すごい、こんで朝急遽時間変えたのに5時45分ってか開始早々から来てくださった皆さんありがとうございました。また夜多分すると思うのでまた夜します。話しましょう。ちょっとバタバタすぎたのでもうテロップが出たら終わりたいと思うんですけどすごいバタバタすぎたのでこの後はラスト体重測って行きたいと思います。あ、
デロブ出たということで、まあ、夜できるのでまた夜時間決まり次第メールなどなどで報告します。ありがとうございます。すごいびっくりするぐらいバタバタだったんですけど、多分忘れ物もなくちゃんと電気も全部なんかペペペペやっていきます。ということで配信終わります。ありがとうございました。ではバイチャラボー、またね。ありがとうございました。2